bonne. Pas d'homme rouge. Cet homme des ténèbres n'avait pas peur. Okay. 50,000 this time. We promised to send a good one. Of course. I trust you. Our company's quality first, so we'll send the best and the fresh. However, positive ones are increasing. I can't enjoy. Mr. Rayflow, if you're interested, we're also hosting such film parties. But depends on what you pay. Differently. I'm looking forward then. Rayflow-sama. Huh? お客様です。知ってる。ジェリー Forget me. I'm Jelly.リビングと屋外通路大破しました。構わんさ、ちょうどリフォームを考えてたところだ。2週間ぶりかい？はい。あいつまた強くなったんじゃないか。ユリア、手加減なしで遊んでやれ。マキリアにも言っとけ。では N の口座に5万ドル振り込んでおきます。ケイマン、ジュネーブで2カ所に分けて。それと今夜のバリーとの食事キャンセル。かしこまりました。さて、待たせたな、チェリー。もったいねえ。ダメだろ、俺を倒す前に気抜いたら。ロケットハンドね。それ初めて見たな。また改造したのか、ドイツ？ええ、ザクセン。これと一緒に。ジャーマンシルバー、純銀羊膜を練り込んだ特殊合金の釘です。こちらのメイドどもの武器を参考に作らせました。あなたはもう逃げられない。すげえすげえ、よく考えました、お利口さん。アイアンメイデンならぬアイアンチェリーってわけだ。かっこいい。ユリア、マキリア、言ってやれよ。チェリーかっこいい。渡そう。何なんで、久々来訪の目的は何？ヴァンパイアハント？
それとも。餌の時間かな。フント様、レイフロ様がお目覚めになりました。うわ、3週間分一気に吸い上がったな。お前なんだその態度。うまいもん腹いっぱい食ったんだから少しは。うまいものですか。確かに麻薬よりたちが悪い。多頭として咎めるは神と己のみ。なんたる意志の弱さだ。意志が弱かったらその体の説明がつかんな。十字架持ち歩くは祈りは捧げるわ。まさか俺の霊族から火を浴びて廃化しないヴァンパイアが出るとは。神のなせる技です。ああそうですか。たく好きにしろ。聖職者続けて勝手にひもじい思いしてりゃいい。明日輸血用血液が届く。回してやるからここにはもう来る。お断りします。あなた以外の血を吸うつもりはありません。人の血など口にすれば私はますます神の子からますます遠ざかってしまう。なんだこれ。パスポートというものです。偽造だろう。当然です。バチカンからの要請でまた海外のヴァンパイア駆除に出向くことになりました。へえ、売れっ子だな。それはもう大人気です。前回ドイツでの駆除で断食にも限界があると分かりました。長期滞在になる可能性があります。そこで。あ、今後私の餌としてあなたを持ち歩くことにします。别哭了，别哭了，为什么难道？なんだこれ。バチカンの衛星から直に送受信を行うのでアンテナです。鍋だぞ。意外といけます。ふん、うん、どうした。アクセスできない。パスワードが使えません。鍋のせいじゃねえの。不思議だ。これじゃまるで前回今回の件がなかったかのように。暗号化されてる。解析ソフト。解析不可。なぜ。そりゃそうだ。今時こんなアナログな暗号を使うやついねえもん。アナログ？古い暗号を重ねたパズルだよ。シーザー、ナバホ、ビジネル、エニグマ。暗号の順に解析して残った文字をまたシーザー式に変換。そうするとプレイフェア暗号に使うキーワードが出てくる。でラスト謎かけ。1563 PB ヘル。地獄の画家。ブリューゲル、ピーテル・ブリューゲルの1563バベル。ピンポン。
なぜわかったんです？だって俺が考えたんだもん、それ。は？昔な。昔っていつ？秘密。お久しぶりね、ミスター・クリス・フント。ファミーユ、ごめんなさいね、お手間取らせてしまって。シスター、これは一体？ちょっとね、確認。確認？何の茶番ですか？今回のお仕事、バチカンには内密。前回と違って私の個人的なお願い。公に知られては困る内容ということですか？フリーのハンターは私以外にもいる。あなたでなくてはダメなの。というよりあなたにしかできない。私に？お話聞いていただける？シスター、許される行いではありませんよ。あら、やっぱりわかるのね。そう、この子は私たちの研究機関に保管されてきた貴重な第二世代ヴァンパイア。あなたと同じね。チャールズ・ J ・クリス・フント、およそ145歳、二世代ヴァンパイア。職業ハンター。生き血を口にせず神を愛す異形の戦士。同族を憎み、その聖なる銀の剣に貫かれたヴァンパイアは結構1000とも2000と。何をすれば？500年前、吸血による伝染ではなく、大将の呪術を用いて自ら堕落をした男がいたそうよ。その悪事来たるや凄まじく、一夜にして村一つ分の男の血を食い尽くすほどだとか。彼は悠久のヘリオガバルスとの悪しき異名を持つ伝説の神祖ヴァンパイア。彼はそこにいるんでしょ？あなたがここへ運んできた、あなたの餌として。ジョニー・レイフロ、彼とこの娘交換していただけませんこと？報酬はあなたが最も望むもの、司祭としての地位。明日は私一人で出向きます。また縛って持ってけよ。弁当一つで念願のバチカン入りだ。安いものだろう。あなたは水槽の娘を知っている。身代わりにでもなるおつもりですか？あの少女は何者なんですか？あれのためになぜあなたはそこまでする？落ち着いたか？はい。バカ。はい。あの修道場、ファミーユとか言ったか？はい。俺を欲しがってんのはあの修道女じゃない。ここが約束の場所？はい。いい道しるべだよな、血のパンクズ。無惨な。約束の時間です。心配すんな、もうそこにいる。
プリンセス・マリー。レイフェラー。誰？失礼よ。私の霊族です。名をクリス・フント。いらない。殺して。ご冗談を。マリーはレイフロがいればいいの。その男、いらない。嫌い。殺して。いけません。約束したはずですよ。500年前。あの美しい城で我らは影、公に知られてはならぬ幻という名の存在、闇に生きる腹からのためにもむやみに人を殺めてはなりません。お忘れですか？でもずっと待ってたのに、いい子にして待ってたのに、レイフロ来てくれなかった。だからマリー帰りたいよ。お城に帰りたい。レイフロ一緒に帰ろう。確かにあなたは惑わされている。あなたがそれ以上歩を進めたら、誰がこの狂乱の宴に終止符を打つというのですか？バカ、お前がいるだろ。マスター！この方が大事ならば邪魔だな。赤蔵！まだ生きてたのか、シスター。ジョニー・ライフロー。惨めな姿だな。私は私欲のために彼女を目覚めさせた報いだ。違う、あなたの彼女は彼女は英語の眠り姫でなければならなかった。借りるぞ。もう必要ねえだろう。
お前らさ。親の前で殺し合うなよ。ちょっと傷つくじゃねえか。レイフロ、その男を殺して、そいつが原因でしょ。そいつがいるから。今からとどめを刺します。大丈夫ですよ、プリンセスマリー。私は再びあなただけの騎士に戻ります。帰りましょう、一緒に。ご心配なく、プリンセス。ここは私に任せて、体を休めていてください。娘と帰るなら、なぜ私に血を与えた。何を考えてる。あなたは私と生きるより彼女との死を選んだ、そういうことなのですか。答えてください。そうやってさ、何か理由つけていつも逃げ回る。結局お前は昔から何も変わってない。せっかく主人のお許しが出たのに、いっつも引け腰でいるから永遠のチェリーなんだよ。殺してみろ。司祭になるつもりはないのですか。ありがたきお言葉、感謝いたします。しかし私は結果誰一人救うことができませんでした。悪しき腹からの魂を導くためにもまだ修行を続けたいと思います。では。おお、そういえば、はい、ヴァンパイアの肺から何か出てきませんでしたか。もし本当に彼が神祖だったとしたら、日を浴び灰になろうとも、それに死は訪れない。一羽のコウモリになり、棺にて7日7番の眠りにつく、ですね。司祭様、ご心配なく。彼は神祖ではなかったようです。目覚めてたんですか。よう、もう7日か。年取ると1週間早い。司祭就任おめでとう。断りました。何、
なんだそりゃ、昇進断るバカどこの世界にいるんだ。居候と餌の分際でわがまま言わないでもらえますか。ああ腹が減った、そこに寝なさい。断る。そんな権利は今のあなたにはありません。つべこべ言わず寝てください。やだ。あの日始まった試練、私を縛